感謝します。皆様こんにちは。はい、元気な返事ありがとうございます。これから洗車機体験を始めてまいりますけれども、皆様2つだけお願いがございます。1つ目は走行中には席を立たないようにお願いいたします。もう1つはですね、洗車機に入りますので窓を開けないようにお願いいたします。皆様ちゃんと窓閉まってますかね。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ここの茨城営業所の説明をちょっとさせていただきたいと思います。茨城営業所は阪急バスの中でも一番でかい営業所になっております。バスはですね、今ちょっと駐車場空白目立っておりますけれども、夜になりますと大体130台ぐらいのバスが帰ってきます。この駐車場いっぱいになります。でただいまちょっと右の方通過してまいります。こちらのスタンド、これ阪急バス専用のスタンドになっております。30台のバスが燃料が入れれるようになっております。はい、じゃあ皆様お待ちかねの洗車機体験に入ってまいります。皆様カメラ大丈夫ですかね。用意大丈夫ですか。大体5分ぐらいかかりますので、はい、お願いします。じゃあね、もうすぐね終点に近づいてまいりますので、皆様は
忘れ物の対応をお任せください。車掌のおじさんに呼ばれる。バスが完全に停車するまでは席を立たないようにお願いします。やだなぁ。